皆さんこんにちは、エルシティチャンネルです、今日は、ワンピースの好きな敵キャラランキングをやっていこうと思います、トップ3まで発表していく予定なので、ごゆっくりお楽しみください。では行こう、私のワンピースの敵キャラの好きなランキングトップ3の発表に行こうと思います。では、第3位クロコダイル、なんでクロコダイルがいいかっていうと、もうスマスカの実って個人的にチートだと思うんですよね、なぜかっていうと、もうクロコダイルが覇気取得してたら、もう触るだけで相手を見出かすることができるんです。これチートでしょ。もうね、やばいっすよ。相手がミイラになったらもう何もできないですから。果たしてクロコダイルは覇気を使えるのかっていうことなんですけど、僕は、使えると思いますね、2年間経って、ルッチたちも覇気使えるようになってる設定なんで、クロコダイルが覇気使えているても使えてもおかしくないと思うんですよね、だから、今回クロコダイルを3位に選びました。もうあの能力で覇気を取得したらもうある程度ね強いと思うな。第2位、シャーロットカタクリ。シャーロットカタクリ、私好きな理由がね、もうね、あのキャラ設定とあの性格ですね。やっぱり男気あふれる性格、そして強い。もう最初見た時あの10億ベリーってもう半端ねえと思ったんですよ。やばいよね、あの10億あの強キャラ感。もうもちもちの身のあのスペックの高さっていうのはもう半端ないっすよ。でもう当時見た時にルフィはこんなのどうやって倒すんだって思いましたね。もうやばい。ってなわけで、シャーロットカタクリ第2位になりました。では流行る第1位はエネル。ゴッドエネル第1位ですね。僕ねエネル大好きなんで、もうなんでかっていうと、もうあのやっぱりゴロゴロの実って未だにワンピースの敵キャラの中で、一番最強な説が出てるぐらいじゃないですか。エネルって未だにあのママラガンとかエネルがチートなんだろうなって思うんですよね。もうあの時ルフィが勝てたのはゴムゴムの実だったからで、もう他の実食ってたらもうあそこでもうワンピース終わってたぐらいなんで。そうだよね。それ考えてもやっぱエネルって今出てきてもかなり強い方に入ると思うんですよね。しかも仮にねエネルが武装色と、まあ、覇王色は無理かもしれないけど武装色の覇気身につけてたらもうめっちゃ強いですよね。もう4校クラスに目指せんじゃないかな、エネルだったら。あとやっぱゴロゴロの身ってチートすぎですよね。もう海軍大将になっててもおかしくないぐらい、もし海軍に入ってたらね。てな具合でもうエネルが、一番好きです。では次の動画でお会いしましょう。またねー。